3本ずつにしました。もうこの中で運命決まって、もうすでに溶けてる。2本の方がいいかな、次は。もうこの中に当たりはあるんすよ、ぶっちゃけね。もう引いてるから私。ただこの中からまた3分の1を引かなきゃいけないと。さらにこの中に入ってんの、当たりが。ただ最初に見せるか3番目に見せるか2番目に見せるかのことよね。早く見せるか、それともちょっともう温めて見せるかみたいな。そのどうしようかね、どっちがいい？1番目に見たい、みんな。でも当たりが出たと想定して写真を撮っとくね。もうね、なくなっちゃったら撮れないんだよ。製造番号 4DC1237PH プラス 4DC1237P 一緒だね。4DC1237P プラス H ね、番号。これ大事だかな。ロット番号。全部一緒ってことは当たりが入ってる可能性が高いと。バラバラじゃないってことだよね。在庫を、箱をそのまま出してるってことだよ。ただこれが途中から変わっちゃったら箱が変わることになるじゃん。ロットがね。そうすると、当たりがもう出ちゃってる可能性が高い。まだわかんない状態。じゃあどれにしよっかな。どれにしようかな。神様の言う通り、なのなのな、お前の母ちゃんでベスト。こっくりさん、こっくりさん、あたしのお家はどこですか。名前を聞いても答えない、私は聞いても答えない。にゃんにゃんにゃにゃん、にゃんにゃんにゃにゃん、泣いてばかりいる子猫ちゃん。お宅の家を焼いたら火事になった、火事になったら家焼くな。これだね、これが当たりです。でももうすぐ出ちゃうからね。いい？いい？もう終わりだよこれね。当たりを引いちゃったらこの企画を、ごめんなさいですけど、もう終わっちゃうかな。じゃあ1本目いきます。じゃあここのテロップに書いたところに何本食べたか、もう1本で多分終わると思うけど、1本目、いきます。いただきます。しみる。そう、知覚過敏なの私。アイス食べれないね、キーンってなって、あの、染みんだよ、歯に。でも、もうすでに溶けてるから食べやすいね。もう水分みたいになってるから。いや、企画倒れじゃなくて、当たりを出すまで食べるからね。当たり出ちゃったらどうする？ 25 分の1。であんまりね、慌てて食べると今度頭が痛くなるからキンキンになっちゃうからね。そうするとロスになるから逆に。うん、ゆっくりでいいの、ゆっくりで。あ、コーラ味私あんまり好きじゃない。あ、そろそろ見てきたね、もうね。当たりって書いてあるわ。もう当たりの棒しか見えないね。はい、これマジで引いちゃったかも。嘘でしょ。
上の方に当たりの前は上の方にね、あれがあるから、上の方に入った。来た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 。こういう時は水を飲んだ方がいいの。水を飲むとちょっと和らぐから、冷たい水じゃなくて常温ね。まだわかんない。いや無理っすね。もう一本でやめようかな。じゃあこれはさ、もう分かってるからさ、もう捨てていい。もう食べなくていいんじゃない。だったらもう外れって分かってるの食べんの嫌じゃん。いやもう一本目で私無理なんだけど、そんな食べれないよ。食べるの遅いし。じゃあ食べる企画じゃないからね、これは。当たるか当たんないかの問題ね。言ってる意味わかる？大食い企画じゃないのよ。当たるか外れるかを分かりゃいいんだよ。チョコボールみたいに。どんどん溶けちゃうし。で、一本だけは食べるね、一本だけは。でもこれどんどん溶けちゃうから、やっぱ、一本ずつか二本ずつの方がいいな。買うとしたら、三本じゃもう溶けちゃう。うん、二本ずつがいいかも。はい、一本目、食べれ。行きます。前回私何本で当たったんだっけな。17本ぐらいだよね、車の中で食べて。7本、7本で当てたっけ前回は。じゃあもうここでいいんじゃない。2本目で今のはお遊びで、逆にびっくりだろ、ここで当たったら。もう今、一本目で当たんなかったらみんなね、絶対当たんないなと思ったじゃん。まさかのここで当たるパターン。びっくりパターンよ。ね、私ももうちょっと食べなきゃいけないかな、今日はって思ってるとこで当たっちゃうみたいなさ。うんふん。いや、多分、ここだと思うよ、私。こういう時って、ね、配信って流れがあんのよ。そういう時って読めるんだよ、配信者だって。あーって来るなとかさ、ここからみたいな。透けてないし、あ、微妙にでも透けてんね、棒の部分。でも当たり外れかは見えないね、透けてるけど。うん、ムロヒ君はいらないっす。今日実はね、久保健くんがなんか会いたいって言ってて、ワンチャンこれで手伝ってもらおうかなと思ったんだよ。連絡返ってこないんだよ。あ、帰ってきた。日を改めて事前にお伝えするようにって書いてあるの。痛い。
今日さ、寒いからなおさらだよね。そんなに暑くないじゃん、外の温度が。無理してるよ、もう最初から。もうこの時点でわかるんだよね、当たりの場合ね。結構上に書いてあるよね、ガリガリ君みたい。うーわー、もうやめたくなっちゃった、日本で。マジきついんだけど。もう3本でやめようかな今日。あー無理だねこれね。ちょっとさ、リスナーさんいない？手伝ってくれる人。嫌な予感がするんだけど、私。今日。これもデロデロに溶けちゃってるし。でもさ、逆に溶かしてジューって飲んだ方が早いんじゃない？ねえ、ジュースみたいにジュルジュルって飲んだ方が。ねえ、袋の中で溶かして。それ誰かやってた？いや、これね、氷だから頭痛くなるんだよね、多分ね。ジュースだったら飲めるかもしんない。2本目、外れ！うわぁ！あぁ！うぅ！やばい。今の音にビビったわ、今。犬がブホって生えてた。うん、じゃ、これはもうデロデロに溶けてんね、ほら。これはジュース方式のもう。で、もう棒はこうやって引けばいいんじゃない？で、今2本食べて、次3本目。う。3本目いきますよ。棒だけね。じゃあ、飲むよ。じゃあ、飲んでから見せる？もう溶けちゃってんの。棒とあれが外れちゃってんのよ。どうすればいいの？で、先に飲んでから、棒を見せるの。じゃあ、飲むね。飲んでから見せる。これはこれできついんだけど、マジで。全然なんか微妙に溶けてるぐらいなんだよね。氷ジュースみたいな。あんまり変わんないね、こうやって食べてんのと。キンキン具合は。隙間から見えんねん。あ、でもこっちだね。あ、痛い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 。頭を冷やすんだっけ、菌を治すために。で、わざとらしいって言ってる人やってごらん。一本食べるでもキンキンするでしょ、ガリガリ君は。氷なんだかな。オッケー。じゃ、この先っちょですね。せーので、今日せーので。
せーの。あ、痛い。これなんで痛くなるんだっけ。ちょっとさ、この緩和させる方法ないのマジで。頭痛いのこれでき、次買いに行く、何本、次2本ずつにする。今常温の水飲んでる。確かにこれ飲むと和らぐんだよ、ちょこっと飲むとね。うっ、1本ずつにちょっと買いに行ってきていい？みんな待てる、ここで。うわー、ごめんなさい。2本ね、2本。電話されちゃってるもんね。ちょっとこれ待ってるよ、みんな。全部買い占めてきた。溶かしちゃえ作戦の方がいいかもしんない。ああ、微妙、おしっこした。どうしよう、31個。待って、間に合わない、どうしよう。どっかで貸してもらえるから、ちょっと。ないんだけど、この辺り、トイレ。どうしよっかね。いや、家帰って、トイレがないんだよ、マジで。前もなかったっけ、私この辺でトイレ行きたいって。コンビニもないの。そこの草むらの中でしちゃおうかな。前場所はね、トイレないって言われた。ないんだよ、だからトイレこの、ここでしたら怒られるかな。袋の中にするか。ちょっと袋の中にしてくる。もうダメだもんだって間に合わない。これ二重でこうやってやればいいか。オッケー、間に合った。もう超ギリギリ、漏らすとこだったよ。だから立ちションもできないんで、ここら辺トイレもないんだよ。だしょうがないじゃん、だって漏らすよりする、これだったらいいでしょ、袋の中だったら。別に立ちションしてるわけじゃないんだから、持って帰んだから、家に持って帰んだよ、これ。何も悪いことしてないもんね、だって。しょうがなくないんだって、生理現象なんだから。穴は開かない、二重にしてある。で、近くにトイレがないんだよ、本当に。だから、いつもここで焦んだよね、私ね。いつもトイレでテンパるんで、周りないのよ、本当に。お店も貸してくれないし、もう家に帰るしかない。家に帰るしかないのよ、トイレの方法が。だからいつも焦んの、俺トイレしたくなったの。キモいっつってもしょうがないじゃなくてね、しょうがなくないなんて。タチションはだって軽犯罪でしょ、みんなうるさいじゃん。漏らしたら漏らしたら嫌じゃん。うん。おむつなんか今履いてないでしょ。履いてないからしょうがないじゃん、袋にするしか。袋見せない番になるかな。レモンイエローみたいな感じ、色は。レモンソーダみたいな。か
曖昧の通り、それは後出しね、最初から予測して持ってくることなんてできないんだって。今日おしっこ漏れそうになることなんて、なんか今臨時で対応したのよ、緊急事態だったかな。いつもトイレ来て、今日はアイスを食べてるからね。3本のアイスってどんぐらいの量かわかる？みんなペットボトル1本ぐらいだよ、水の量。今ガリガリ君チャレンジをしてるからトイレ行きたくなったんでしょ。どこでしたら、そこに隠れて座ってお座りして入れた、見えないようにね、二重にして。だってさ、トイレがなかったらしょうがないけど、漏らすかするかしかないじゃん。だって二択しか、別に周りに迷惑はかけてないんだから。なんか迷惑かけてる、私犯罪にも引っかかってないね。見えてないんだから、立ちションする方がやばくない？ほんと軽犯罪って、見えたら軽犯罪だよね。ねえ、何をおっしゃってんの？じゃあこれ、4本目です。今溶かしてんの、わざと。4本目で当たればいいけどね、もうここで終わるのが一番綺麗よね。4本と5本でね、トイレ漏らしてちょうどいい具合じゃない。すぐ溶けちゃう。よし、で4本目、味が濃いかも。あのさ、インチキ企画っていうし、私全部食べてるからね、今何もインチキしてないし。やめてくれる？不正かなんかしてんの。反対側から開ければいいの。反対側から開けたら、だってもう当たりが分かっちゃうよ。分かんないように上から食べてんだよ。溶かすからって言うけどさ、アイス溶けても溶かなくてもさ、変わんこない？ただ食べやすい方法を選んでるだけで、いっぱい食べるかな。普通に食べてんのと中に入ってんの変わんないよね。同じもんを食べてんだよ、ただこっちの方が食べやすいだけど、知覚過敏になんないし。変わんねえ、何が変わるの？じゃあねえ、冷たいし、今ガチガチのわざとこうやって崩しただけで、私冷たいよ、手も冷たくなってますよね。じゃあ溶けたってね、じゃあ言うんだったら、このさ、水をずっと飲み続けるのも大変だからね、マジでね。普通の人はこんなの食べれないよ、水をずっと飲み続けてる、ジュースみたいな。大変よこれ、食べるんだけども。オッケー、4本目、痛い。
さん4本目辛い。もうあっという間、今日食べんの早いね私ね。この中から選ぼうかしら。もう当たりをして当たりをして、もう5本でいいよ、5本でこれだ。5本目です。5本目。前回は7本で当たったんだよね、ぴったり。だから前回を超えちゃうよ、もうすぐで。前回5本で当たったんだよ。そう、7だけに。だからみんなびっくりしたんだよね、7で当たったからね。でも今回も7本で当たったらびっくりよね、逆に。そうじゃない？また7本で出たらびっくりよね。あー冷たい。じゃあ5本目いきますよ。あんま溶けてない。あー、たまったー。歩いてるお兄さん手伝ってくんないかな。なんかめっちゃ苦しそうなんだけど、あのお兄さんめっちゃ苦しそうな感じ。もう行っちゃった。痛い。キンキンが治んない。だあ。これをさ、温めるといいっていうよね。こすったりとかね。おでこ冷やすんだっけ、逆に。どっちだっけ、温めんだっけ、冷やすんだっけ。冷やすんだ。いや、お花屋さんの商店街の、あの、理事長、なんだっけ、組合長、お兄さんってね、お花屋さんなのよ、そこの、すぐそこにあんだけど、そこが、あの、この商店街の理事長さんの。さっき手伝ってもらおうかなって言ってたのが商店街の人ね、理事長さんに手伝ってもらおうかって。知り合いだよね。何回も会ったことあるよ。結構イケメンなんだよね。若くて。じゃあ行きまーす。5本目。なんで吸うの？溶けてるから吸うんだよ。せーの。うーわー、マジかよ。
6本目いきますよ、6本目。普通に食べる？でも普通に食べたら痛いんだよね、マジで。溶かした方が楽なんだけど。俺、顎も使うし、こうなんつうの、噛まなきゃいけないからね。多分溶かした方が私早いと思うよ。こっちの方がなんか知覚過敏にならないよね。あ、なるよ。文句ばっかり言うならやめないよ。いや、やってるし。ね、文句言いながらも食べてるよね、私ね。もう6本目だよ。なんだかんだ。ね、普通に食べてんだろ？おめえらだよね、文句言うのをね。こっちはやってんのにさ、ガチャガチャうるさいな。そういうのがなえんの。ねえ、ガチャ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 言われながら、なんで私やんなきゃいけないのって感じ。文句言うんだったら見ないでくれる？逆に。本当にこっちチャレンジ頑張ってんだからさ。血糖値上がんない。あー、しみる。マジしみる。あったー。たん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 。あったー。下の感覚はまだ全然大丈夫。頭が猛烈に痛いんや、これ。もうさ、外の気温とかもさ、関係してんじゃない？これ頭痛くなるあれとか。どうなんだろう？今日気温がまだ全然暑くないもんね、27度で。逆に冬とかの方がいいんじゃない？これ。気温差がない方が。もうやんなっちゃう。もうここでわかるんだよね。はずれ。痛い。これみんなやってみればわかると思う、このツーラさん。普通の人はやんないと思うけどね。一本じゃん、これは味わえないね。この辛さね。このアイスだけを食べ続けるっていう痛み。うん。今私は毎回当ててんで、なんだかんだね。当たりを引かなかったことはないんですよ。あ、これ。ん？これは何本目？次が7本目。前回の本数だね。ここで当たりが出たんで、前回。
ここで当たりました前回。今気合入れていくよ、気合入れて。やっぱ溶かしていい。食べづらい。溶かして食べた方が早いね、私。もうだって結局食べてると溶けちゃうのも一緒だよね、だってね。気持ち悪い。お腹いっぱいになってきた。これ66キロカロリーよ、みんな1本。今7本でしょ。白く42、今400キロカロリーぐらいよ。今400。それプラス10本目あたりから体が冷えてくるんで、震えが止まんなくなるかも。今はまだねえ、あったかいけど、冬でも震えてく、あ、違う、夏でも震えるの、ブルブルブルって低体温症になってくるかも。うん、もう体の中が冷えてきちゃうからさ、冷たいのがどんどん通るから。うん、じゃあ大げさじゃない、何回もやってるんで分かりますよ。ちょっと人が集まってきたね。なんでこんな集まってきたの。金がなかったら全然バクバク食えんだけどね。ね、この頭の金がなかったらバクバクバクって食べれるんだけど、手が止まっちゃうね、この金がなるとね。うん。で、前回はこれ7本で当たったんで、多分ここで当たると思うもん。ごめんなさい。一度あることは二度あるもん、ほんまに。きまーす。前回が7本で当たりました。確率的にはここで当たる確率が高い。一度あることは二度ある。あ、やだ、おしっこ出ちゃった。あ、やば。じゃあ次が8本目。うー、8本目。あらね、おしっこね。だからおしなんていうのか、見せればわかるんだけど、見せれないの、配信で。規制食らうかな。見せたいんだけどね、事情を説明するのもめんどくさい。あー、冷たい。冷たくなってきた、体が。あれ？棒が消えたかと思った。あったあった。8本目。
あー、もうジュースになってるわ。なんでさ、アイス食べてるだけで警察官何も悪いことしないじゃん、私。じゃな、ベンチに座ってアイス食ってるだけなんだから。うん。何も迷惑かけてないし、何も悪いことしてないね。いてててて。痛い、マジ痛い。もうこの辺で当たってほしいわ、マジで。お願い。ちょっときつくなってきた。8本目。せーの。うーわー。きつー。うーわ、ロット違いだ。やっちまった。ロット違い。4A9-1021J+H。4CS-2025PH。3L01。827LH 全然違うじゃん。 4CS これは一緒だな。待って、分けてみよう。ロットで分けてみよう。 3LO これも違うわ。8もあんのこれ。これ少ない？これだわ。これ当たり。番号で私分かっちゃった。これだけ一つずれてんだもん。同じロットで。一番だけずれてる。当たりの番号じゃない、これ、1って。だって他は全部が違うんで、ロットナンバーこれだけ1本だけ下1桁が違うのよ。ちょうど当たりじゃない？ロットナンバーが9本目。だってこれはね、これは全部 4DC1237PH なんだよ。これだけ 4DC1238PH だ。ほんと。一晩だけで、だって全部一緒なんで番号。なんでこれだけ違うの？じゃ、工場とかロットが違ったら全部番号変わってくるの。これは 3L01827L。で、これは 4A9-1021K。で、末尾が違うのはこれだけなのよ。なんでこれだけ違うの？一晩だけ。当たりじゃない？
だこれで当たったら当たりの番号ってことでね、これ法則が分かっちゃったってことだよね。ガリガリ君の下一桁だけ違うやつを選べば当たりってことよ。じゃあ9本目、発見しちゃったかもね、まさかの。これだけロット違い、一晩だけ違う。せーの。どういうこと？いや意味はなくはないよ。なんか理由があって一晩だけ違うんじゃない？意味ないってことはないよね。当たりが入ってるロット数が番号が変わってんじゃない？ここに入ってますよっていう。この、1237P の中に入ってんじゃない、まさか。4C1237P。ほら。なんであれだけ一晩だけ違うの？いや、もう溶けてるよ。デロデロに溶けてるよ。こういう感じでロットナンバーごとに分かれて4ロットあんだよ。4ロット今。なんかこの選ぶのも重要ね。だって当たりを引くんだから数は変わんないんだからさ、食べる数はね。この中から当たりを引く、そう、法則を見つけてみたらさ。そうでしょ？これあんま触んな方がいいな、こっちは。あー気持ち悪い。そろそろ限界に近づいてきたね。次9本、10本、ここが限界ですよ、私の。もう気持ち悪いもん。これだけ番号違うんだよね。これ行ってみるか。これだけ一つだけなんだ、これ。 4C2025。 これちょっと怪しいね。1個しか入ってない。もうさ、ドリンクになっちゃってる。冷たい。10本目。ブー、もう無理じゃないこれ。10本いっちゃった。こん中でさ、当たりないんじゃない？どうだろう。でさ、このカッターの中にさ入ってない可能性あるよね、これね。ワンチャンここまで来たら溶けてるやつ。
ワンチャンあるよね。まあ、3000円ぐらいに、ね。あー、冷たい。溶かすのも冷たい。いやー、おしっこが流れてきた、こっちで。そうでしょ。中腰の方がいいな、中腰の方が。外でする意味、家の中でやるとベトベトになるの、これ。ガリガリ君と結構ベトベトになるっしょ。ズボって抜いていけばいいんだよ、ズボって。これで一発目で出ちゃったりして。ほら。ないやん。だから今何本？ 90、11本か。これ12本だね。外れ。ただ25本に1本当たる確率なんだよね。ちょっとみんなカウントしてて、こっから私カウントしないかな。これ13だね。確率通りに引けるかどうかで25本で。外れ。嫌な予感当たったわ、これ。全部外れじゃない、まさか。今回、ほら、やめてよかったになるっしょ。ねえ。全部食べるとこだったよ、私。外れ。15。よっしょ。16。17。18。ずれ。やば。予想的中じゃない、これ。19。25分の1だからね、これ。確率的に25本買ったら1本当たる確率なんだよ。20。21。なんかどっちだ、こっちか。22。マジでないんじゃない、これ。23?3。24。やばくない？前回7本だよ。前回私7本で当ててんだよ。やばいよね。
もう悪い予感的中だこれ。次は 25? だ確率で言うとここね 4% だから、100本買って 4% が25本に1本当たる確率なんだよ。外れ。次26本、全部外れじゃない、まさかの。本当に26。27。次28。28。次29。30。なんか当たりっぽいなこれ。30。あ、やっぱり。ほら、当たり。31本目だ。ロットナンバーはね、4CS2025P だから何も変わってない。さっきと一緒。今31本目?だから当たり入ってたのか。これを引けなかっただけで、私、当たりは引いてたけど、入ってたけど引けなかっただけ、今回は。じゃあまだ3個あるけど、これは?これも当たりっぽいな。2個入ってんじゃね、まさかの。外れだね。もう1本ぐらい来そうじゃない？もう1本ぐらい来そうじゃない？確率的に。ああ、ないね。ないっすね。ああ、一本だけだ。ってことは、30何分の1？ 33個。ほー、でもまあ確率目は近いから25分の1でしょ。ガリガリ君かガリコちゃんと交換できます。だって初めて聞いた。ガリコちゃんって何？これが面白い。もう私は今日諦めたからね。入ってないと思ったから。ただ入ってたよって話だよ。私の引きが悪かっただけだよ。これが1本目で来る可能性もあったんだよね、今日ね。ただ、私が今日持ってなかったんだよ。7本目に来る可能性もあったし、当たりは入って選び方が悪かったってことだよ。ん?これが企画なんだから当たりが出れば勝ちだよ、私。今日は、だから、企画は OK。ガリガリ君チャレンジって当たりを引くチャレンジだからね。当たり引きましたよ。自分のルールじゃなくていつもそうだよ、私。ね、毎年やってるけど、当たりが引いたら、ラッキーってことよ。
食べても食べなくてもどっちでもいいから、食べた方がきついかなと思っていつも食べてるけど、別に大食いチャレンジじゃないんだから。そうじゃない？そっちが勝手にルールをつけてるわけ。10本は食べたもんね、だってね。10本は食べましたよ、私。ねえ。あと20本食べれば当たりを引いたってことでね。もしかしたら。当たりを引けてたってことで。でも10本で断念したらもう気持ち悪いかも。詐称企画を？あのさ、見てから文句言わないでくれる？当たりを引いたじゃない、それで終わりよ、だって。ねえ。じゃない？この時間内に収めるっていう私のテクニックもあるのよ。ね、まとめてね、11時まで定時だから、この時間にうまーくまとめてみんなに見せるっていうのもね、これもテクニックです。だから10本で諦めてわざと開けたんですよ。時間がはみ出ちゃうから。それで当たりが出たじゃん。いいじゃん。結局当たり出たじゃん。これが出なかったら言われてもいいですけどね。ねえ、企画がどうのこうの言われてもいいけど、当たりちゃんと出たんのがよくねって感じ。うん。そうだよ。お茶を返すってなんで返さなきゃいけないの？自分で時間を無駄にしたんじゃなって。ねえ、匿名切ります。さようなら。うるさいんで。はーい、アカウント出していってくださいって感じ。クズが。帰ってごらん、悔しいんでしょ。はい、クソカマ入りました。ブロックです。このサナって女だね、これ。はい、ブロック。猫都市翔さん。もう一つ。スクショ取っときまーす。 NG ユーザーに入れました。全然何も聞いてないんだ。そういう予定だもん今日。私のプランニング通り10本食べて、あとは開けてっていう、全部これ全部私の今日手のひらで転がされてるだけ。最初からそのつもりで10本だけ食べて、あとはぐじゅぐじゅ溶けたのは開けるっていう、あの企画だから。それで当たりが出ちゃうっていう。そういうこと。一本出て当たりが出てもいいし、ね、全部開けて当たりが出てもいいっていう流れ。外れっていうのないっていう考えてね。うん。だって買い占めてるんだもん、私。店にあるの全部買い占めたら1本ぐらいは当たりが入ってんだ、大体ね。うん。素直に言えばいいの？じゃ、言わせないでくれる？こういうこといちいちネタバレみたいのをさ。言わせないでくれる？ガチャ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 言ってさ。うるさいな。得しない、もう帰る。これなんか見てるよ、店員が電話してんでしょ、ほら店員さんが見てんだけど、こっち電話いいよ、やめなよ、そういうの外にいるのにずっと見てんだけど、電話やめなよ、迷惑なんだから。ほら全然遠くに離れてるし、私。大声出すって店から離れてる、相当離れてなくない？相当離れてるよね。全然大声じゃないし、私。店ないし、目の前。店の前じゃないし。
なんか目の前でやってると勘違いしたんだね。バカじゃないね。匿名を切った瞬間に電話かけちゃってムキになっちゃってごめんなさいね。ここでもうかけないかな。電話で言うしかないんでしょ。残念でした。悔しいね。自分の意見がここで書けないんだからさ、世界から消えちゃったからさ、残念ね。ね、一瞬で消えちゃうんだから、あなたなんてここかな。うん。長えな、電話。食べない分は捨てまーす。食べ物を粗末にするって言うんだったらさ、この企画見ないでくれる？ね、言ってることがさ、破綻してんだよね。粗末にする企画だから、これ。どう考えても。ね、最初から見ないでくれる？こうやって大量に食べたりとか、大量に捨てたりする企画を。もうわかるじゃん、テロップとかサムネね。うん、それを見てる方もどうかと思いますけど。本当に。ああ、ムキになっちゃってる。さようなら、バイバーイ。